加工の皆さん、メイン作業をどうぞご注目ください。これより動物プレゼンツ、松本さんで MVP、バロンドールの贈呈式を行います。バロンドールとは、ドイツ戦のホームゲームの際、報道関係者の皆様に、その試合で最も活躍したフロンターレ選手の投票をしてもらい、地方に集計し、月間 MVP を選出するものです。なお、アウェーゲームは対象外となっています。また、バロンドールに選ばれた選手には、両者から、ドールスイートファインの50個と、ファインの缶詰100個、そして、ギフトボックス3箱が贈られます。それでは、早速発表いたしましょう。10月のバロンドールは、登里恭平選手です。大きな拍手をお願いいたします。登里選手は、広島戦で、近い時代から、試合を繰り返している、1得点、1アシストの活躍が評価されるのを受賞となっています。それでは、10月のバロンドールに選ばれました、登里恭平選手に、ドールのマスコット、ボビー君から、賞品を贈呈です。まず、初めに、ギフトボックス、3箱の贈呈です。どうぞ、大きな拍手をお願いいたします。続きまして、ドールスイーツ協会員、50個の贈呈です。今一度、大きな拍手をお願いいたします。そして最後に本日の最